どうもこんにちは、エリナでございます。今日はですね、じゃじゃーん、今年もやってきました、歌のプリンス様シャイニングストア2022行ってきたんで、購入品紹介したいと思います。いや夏来たって感じするね。おう、いや今回はいつもねお買い物リスト作ってたのに、どうせシャニストいつもアホみたいに買うしなと思ってリスト作っていかなかったんですよ。だからシャニストの中でこう計算機使いながら得点分いい感じにしようと思って買いました。合計3万円買いました。拍手ではない。シャニストはねいつも前期後期とあるんで、前期行きましたけど後期もまたたくさん買うと思います。オタク頑張ろうね。はい、というわけでいっぱい買ったんで、ちゃちゃちょ紹介していきたいと思います。はい、じゃあ1点目こちらです。ドン、トレーディングジュエリー缶バッジホーリーベールバージョン、1個550円でございます。いやね、なんかねいい感じよ。このね、わかるかな、わからんよな、多分キラキラしたところがちょっとボコッとなってて、トキヤって書いてる名前もねボコッとなってるよ。ボコッとなってるよっていう情報しかないけど、でちょっと表面ね、クリアやねんけど若干マットっぽい感じもする。うん、なんかいつもの缶バッジと違って私は結構好きやなと思いました。あ、そうか、ジュエリーやからいつもよりね100円ぐらい高いですね。次がせーのドン、カスタマイズビジュアルカードコレクションホーリーベールバージョンでございます。1つ495円です。いい感じでしょ。なんて言ったらいいんやろな、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、カード自体はねここぐらいまでしかないけど、サイズいいよね、写真っぽい感じでこんな感じなんで、多分ね入るよこれ、 iPhone ケース入るでしょう。うん、入る嬉しい。この中のねカードだけやったら入るんで、ぜひね推しをゲットしてください。かっこいい、かっこいいよ、どうしよう。いやこのホーリーベールバージョンさ、大きいアクスタも受注通販するじゃないですか。それがシャニストに展示されてて、えマジどうするこれ買うかってめっちゃ悩んだぐらいでした。大きさはね多分ちょっと前に発売されたこのベジプリの大きいアクリルスタンドと同じサイズだと思います。大きいよね、30センチぐらいあるもんこれ。このサイズのやつあったから、うちょっと悩むなってなった。普通サイズ買ったんですけどね。で次こちらです。トレーディングピンズホーリーベールバージョンでございます。1個550円だよ。まあ、思ったより、あめっちゃ印刷感強ってはなるけど、なんかあんまこういう商品ないからつい買っちゃいました。いいんじゃね、かわいいし。じゃあ次こちらです。ドン、へへへへ、2ポケットクリアファイルホーリーベールバージョン、1個660円でございます。はい、いやいいっすね、ちょっとこうわかるかな、ホログラム感というかしてていいよ。裏もなんかこんな感じでおしゃれです。やっぱクリアファイルは買っちゃうよね。うわ、ちょ、このキュンポイント見て、このトキヤさんのゴツゴツしたお手て、うわ興奮する。こんな美人系な顔しといて手めっちゃ男って感じ、うわーときめく、いやーかっこいい。ちょっとねこちらね2ポケットなんで分厚くて反転見えないです、今回残念ですね本当に。あ、いや音屋さんもめっちゃいいわ。音屋さんパンプアップしました、なんかすごいがっしりした感じする体が、かっこいい男かよ。男ですね。歌プリって不思議よね。歌のプリンス様がいっぱいおんのに全員ちゃんと王子様なんよ。びっくりしちゃうよほんまに。次こちらです。と、これアクリルスタンドホーリーベールバージョン。各1870円です。そう、さっき言ったね、これのクソデカバージョンが受注通販されるんですけども、ちっちゃいのも買っちゃった。キラキラのなんかラメ入ってるね、いい感じだね。うわ、足元さ、足元のこのデザインめっちゃおしゃれじゃない。うわー、おしゃー、好き、好きピー。やっぱこういうのが見れるから全身もたまらんのよ。あ、これブーツか、おしゃー。同じモチーフやのにちょっとずつ
デザインというか着こなし方が違うのもまたいいよね。わかるわかる。みんな今握手したでしょ。次こちらです。フラットポーチホリベールバージョンの徳屋さんバージョン、これ3300円します。開けよう。おお、なるほど、こんな感じ。時矢さん紫っていうよりもめちゃくちゃ茶色に近い紫に見えるね。あ、なんかねサイズすごいいい感じ。マチとかはないけどね。裏地めっちゃ可愛い。伝わる？これで見えるか。なんかこの今回のホーリーベールのモチーフみたいなやつがいっぱいある。総柄になってるね。うわ、あ、ちょっとハートなんや、知らんかった。サイズ全然わからんと思うけど iPhone 11 Pro 入ります。入るね。次こちらです。ドン、これスリムポーチホリベルバージョン、時矢さんバージョンで2530円です。スリムポーチ言うとりますけども、私が学生やったら完全に筆箱にしてたね。いいやないの。あ、なるほどね、こういう感じ。え、なんかおしゃれじゃね。おしゃれやん。え、おしゃれやん。裏にねホーリーベールって書いてる。ちょっとアラサー向けっぽい感じするよ。綺麗めな中はね、こんな感じです。ちゃんとマチもあるから割と入りそう。ちょっとフリクションあったんで入れてみますけども、あ、余裕っすね。あ、もう筆箱っす完全に。私が大学生やったら筆箱にしてました。まあ大学生やったことないんですけどね。あ、いいやんこれ。メイクポーチがっつり持っていきたくないけど、アイライナー、アイブロウとかなんかちょっとしたものを入れるポーチとしても使えそう。一応ここロゴ T って入ってるね。多分時矢さんの T でしょう。なんかすごい落ち着いた紫やんね。これ遠目で見た感じの色まんまな気がする。いつものなんか紫のイメージと違うな。これメタモルフォーゼの時の時矢さんの紫なんですけど、全然比べたら違うね。こっちが青系の紫で、こっち赤系の紫って感じする。まあ私は好きですね。やったねはい、次こちらです。ロケットペンダント時矢さんバージョンです。2860円でございます。ロケットペンダントと思わんかった。ロケットペンダントってね、中にこっそり好きな人の写真とか入れるみたいなやつなんですけど、ちょっと開けてみよう。今気づいたわ、入れる用の写真なのね。なるほど。もうそんなんしたら私の思い人がバレちゃうやん。恥ずかしい。アイドルと恋愛しとうなんてバレたらもう生活できへんわ。何言ってんの。うん、こんな感じで開きます。こんな感じ。開けるとこんな感じ。これに写真入れんの。まあ入らんことはないやろけど、昔の人すご。長さはこの手前の一番手前の金具でつけて、こんな感じ。よいしょ、伝わりますかね。ああ、まあなんか結構好きな位置に来てくれるね一番多分短い調整でここはい、私の思いは落ちませんでした。すごいわ、シャニスト楽しいな。はい、次こちらです。とピアスホーリーベールバージョン、時矢さんですね。これも2200円します。この下のやつ何と思ったけど、多分ベールっぽいやつなんよね。ベルじゃないよね、ベールやんね。あんまり出ることなかったからアクセサリー買ってみちゃった。結構多分軽いよこれ、めっちゃ。うん、だから大きいピアスつける苦手な人でも軽いから多分大丈夫やと思う。もちろんイヤリングもあるしね。値段はピアスもイヤリングも同じ値段だよ。はい、次こちらです。グリッターステッカーホリーベールバージョン、時矢さんと音矢さん、各550円です。とりあえずステッカー好きなんで買いました。こういうちょっと匂わせ系のグッズやったらね、推しの顔がドンってした商品よりかはアラサーにとっては使いやすいんで嬉しいです。この王冠めっちゃいいよね。なんかすごいキングダム思い出して懐かしくなった。次こちらドン、あ、かっこいいディライトフルナイトバージョンのクリアファイル、各550円です。いやー、かっこいいね、めっちゃかっこいい。いや、私ね、この男の人の服装が癖ですタートルというまではいかへんけど、この首元あってジャケットスタイル、あ、似合う
マジかっこいい。顔もめっちゃかわいいよ、この人。何 Believe in yourself 言うとりますわ。かわいいしかっこいい。どういうこと。裏こんな感じだね。ちょっとネオンやね。うん、めっちゃいい。いや、音谷さんの何がいいって、これよ。言葉言葉。Kiss me more。 怖い。私は君が怖いよ。男見せてくんね。うわ、え、ちょ、ほんまと君くん。これみんなさ、人によって違うんですけども、私が音谷さん推しっていうの抜きにしても、この音谷さんの言葉、えーってなった。Kiss me more。 音谷さん生きてる。次こちらです。ドン。LED アクリルスタンドディライトフルナイトバージョン、時矢さんと音矢さんです。カチッとアクスタも光る時代っすよ。電池か、違うわ USB やんこれ。そうなんや。いや、推しが光る時代で、いや、まあ推しはいつも輝いてるんですけど、まあシャイニング事務所なんだね。シャイニング事務所もシャイニングストアなんですから、そら推しも光りますよ。わかる。わかる。おう、おう、あ、うん。かっこいい。ちょっと解像度はね、粗めやねんけど、内容はこれと、USB の接続のやつ。これ何や、タイプ C? タイプ B や。タイプ B のやつと、台座。ちょっとやってみる。充電できるってことは、電池いらんよね。え、そうですよね。いやでも、ん、いや、ちょっと待って、ちょっと充電するから、最後にね、光ったやつお見せしますわ。ラストかな、ラストこちらです。とダブルウォールタンブラー、トキヤさんとオトヤさん買いました。いや、それは買うでしょ。だってさっきのキスミーモアのタンブラーっすよ。買うやん、これ。これさ、だって各1320円なんですけど、安ない？コップやんね、タンブラーやから。じゃじゃーん。お、あ、なるほど。キスミーモアタンブラー。どうやって開けんのよ。あ、ねじる感じね。はい。こんな感じ。あ、くっさ。なんか、まあ、バンブーやね。バンブーの匂いやね、これ多分。バンブーファイバー配合とか言ってるもん。あ、でもよくね。大きさ、こんな感じ。うん、いい感じ。いいやん。あ、つぶかを。通貨を、いや、これなっちゃんも買おっかな。なんか置いてるだけでも可愛いし、大きいし、思ったより。というわけでね、買ったもの以上でございます。あ、結構買ったな。3万円分買いましたね。で、まあ、今回も購入特典ございまして、まあ、多分通販使わなかったと思うんですけど、こちらです。と今日は3人見せちゃおう。3000円ごとの購入特典、こちらですね。何やろこれ、ポストカード的なやつ。特典ビジュアルカード、まあランダムですけども、まあ、私は3万円分買って、まあ、10枚もらったんですけど、一瞬ね、シャニドル11人やし、まあ、3万3000円分買えば一緒やなとかって思ったんですけど、え、冷静に考えて3000円は端数じゃないってなって、ちょっとね、冷静になれたんで、あの、はい、10人もらいました。ちなみにレンさんがいませんでした。あぶね。これでトキヤさんを一個ずれておらんかったら、ちょっと泣いてたね。あ、ちょっとなっちゃんあんま見せること、ちょっとここで見せたか。かわいい、かわいい、足組んでる。何このお顔との格好のギャップ。なっちゃんよくそういうのあるけどさ、もうね、そのギャップにやられるんです。オタクはとてもいいです。なっちゃんのおててもめちゃくちゃええ。こんな可愛い顔しといて、お手があまりにもゴツゴツ。しんどしんどいっすね。全員見れば見るほどしんどいからね、気をつけて。このホーリーベールバージョンは、まあ、原宿は8月18日までこの特典で、19日から後半の別のね特典になるんですけど、まだね、何やろ、
後半の特典出てないけど、まあ多分こっちのねディライトフルナイトバージョンの特典だと思います。そっちも絶対欲しい。え、前半でこんだけ買っといて後半何買うって感じやけど、まあ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 なんか買ってるわ私やもんで、会場に行ったら入場特典っていうのは今回あって、それがねランダムで1枚もらえるんですけども、これがまた良いんやな、ほんまにな。シャニストですよっていうショップカードでランダムで入るときにねいただくんですよ。こうやって裏面向けていただいたんですよ。ふうと思って見ました。これだったんですよ、これだったんですよ、はあ、マジで声出さんかった私を褒めてほしい。いや、もうね、あの声は出さんかったけど、マスクの下めちゃくちゃにやけてました。うわぁ、やった、時矢さんやでめっちゃ嬉しかった、これはほんまに。でね、ショップカードなんで裏にこれはシャニスト原宿本店の情報が書いてます。いい感じ。うわ、めっちゃ嬉しい。いや、マジで嬉しい。推しの直筆見れるのってでかいんすよフリー入場でも多分もらえると思うんで、店舗ね近く行ける方はぜひとももらってくださいよ、ね、8月19日からは後半もあるし、キューポット、プリキャとキューポットのコラボの商品も出るので、キューポットまた今年も来ましたね可愛らしいよな、またな。よし、ほんならラスト時矢さんにシャイニングしてもらおうかと思います。いきます、3、2、1。え、光ってる、光っとらんやんけ、あれ、あ、そっか、充電じゃないもんな、差しとかなあかんか、なんか勝手に充電やと思ってたわ。電池もなんもね、バッテリーないのに充電できるわけないやん、差しっぱやね、これは。だからやめよう、ちょっともう年バレてんねんからあんま恥ずかしいことしないで。見えるか、3、2、1。ちょっと待って、ちょっとライト消すわ、ちょっと待って、はい、いくよ、これならわかるかな、3、2、1。おっ時矢さんがシャイニングしている。え、わかる、つけたり消したりしたらわかるか。ああ、おもろ、え、おもろくない、星光ってる。いや、もうこれのいいところはね、はい、反転も見れるってところですよ。かっかっこいいんですかね、やっぱちょっと面白いやん、推し光らすって言われたら。でもなんか今までにないグッズで私は結構好きはい、というわけでいっぱいバーっと紹介してきましたが、ぜひね、シャイニングストア、まあ、通販もやるんで、それが10月7日金曜日の12時から10月23日日曜日まで、まだちょっと先なんで、いろいろ各地を回ってからの通販受付になるのかな。皆さん暑いですけども体調にはお気をつけて、今年の夏もシャニストに散財しましょう。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。